海外ドラマ。あ、もう海外ドラマのユリの鉄板っつったらもうあれじゃない、 L の世界なんじゃない、 L ワードじゃない。いや、もう今もういっぱいありすぎて、うん、普通のホームドラマとかでもちょっとユリとかちょっとゲイとかちょろちょろ出てくるのよ。最近は LGBTQ がうるさくなってきてるから。昔で言うとフルハウスのおいたんゲイだったみたいな、うん、そう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 、合間合間にサブキャラで挟んできようよ、ちょこちょこと。だから例えば法医学のなんかやつで殺人事件とかの死体の解体してこう犯人つけていくとか、その回ごとのストーリーがあるんだな。交通事故のひき逃げの犯人捕まえていくとか、その時その時の出てくるとか、そのメインのキャラクターに恋するスタッフがポツッと出てきて、1話、うん、1話だけ出てきて最後振られて終わる。だから合間合間挟んできるみたいな。全部で21話あって、そのうち1話だけ主人公のカラーで立ち去っていく。最近でも見たよ、ビアンの人が出てくるドラマ。いわゆるビアンメインとかゲイメインのドラマはすっごい海外でいっぱいあるよ。 CNN とか、うん、他のサイトっていうかのチャンネルで、ね、あるけれども、あんまり日本の、まあ、紹介してる人もいてるけども、今ツイッターとかで紹介してるの有名どころで、うん、ぶっちゃけここだけの話、あのおもろないねん。まあ、なぜか、うんうん、生々しさがないねんけど、うん、CNN とかも他のチャンネルの、もう CNN はイギリス英語がメインやねん。なんで FOX TV とかいっぱいあって、そこはまあアメリカ英語メインとかで、私英語の聞きながら勉強しながら、まあ耳だけでも忘れんようにしようって見てんねんけども、うん、その全21話とか28話の中の1話だけとか、シーズン3の2話だけとかに絡んでるねん。うーん、それが生々しい絡み方、あるある、そういう絡み方、日がだけか。そうだから、そういうやつの方で、ああいう紹介されてる人たちって、まあうまい、演技うまい方やと思うけれども、やっぱり、うん、私からしたら英語でみんな分かってないけど、うん、下手やね演技が、うん、言ったら楽で、向こうのホームドラマとかって言ったら、日本で言ったら片桐渚クラスのめっちゃ上手い人らがいるわけよ。うん、あの上手い人らがその絡みしたら鳥肌出す時あるね。で、あともう一つは逆にめっちゃ下手なやつもあるホームドラマで、うん、だからそういう英語をただ勉強する話したいっていうよりも、私は一歩踏み込んで、そこの俳優さんとか女優さんの英語が上手いか下手か、もう誰でも分かるから、日本語しか分からなくても分かるから、こう読みかどうか、うん、でそれ以外にそのゲイとかレズビアンとかトランスジェンダーも出てくるやつあるから、うん、その絡みを見てほしい、うん、だったには。でも全部シーズン1とかシーズン2全部見ないと分からへんかったりすんねんけれども、そうね、やっぱりそう。でもそのサブキャラたちが出す生々しさとか味、うん、で結構シーズン1の10話ぐらい出てきてて、シーズン2になったら重要人物になってるゲイの人とかトランスの人とかがあったりとかするドラマもあるから、うん、面白いよそっちの方が。結構ある。ここ2年ぐらいかな、 L の世界がジェネレーション Q ってさ、新しくまた、あ、こう、そうやそうや、一部キャストとして新しくシーズン始まったんだけど、うん、ちょっととね、面白くないんだよね。前よりもね、出てくるセクシャリティのバリエーションは増えてるんだよ。増えちゃいるんだけど、そうなんや。なんかちょっとね、面白くないんだな。違う、なんか違う。なんか違う。ああ、それで作家さん変わったのか。作家さんも一緒なのか。台本、監督が変わったとか。変わってない。あ、一緒で。うん。煮詰まったな、そしたら。新しいシーズン作られるまで10年かかったのね。で、現代の LGBTQ の世相とか、そういう事情に合わせて脚本を書いていきますって言ったから、今のドラマの方がリアルではあると思うのよ。見せ方じゃない、そしたら。見せ方なのかな。そう思うで、なんか。私とかなんかもう本当に映画からドラマからいろいろ見る、なんかサスペンス、ミステリー、スリラー、ホラーで、普通の感動するような普通のドキュメンタリーとかも、私多分1ヶ月にびっくりするぐらいの本数見てると思う。いやだって今閲覧履歴見たらゾッとするもんな。アメリカのドラマ、イギリスのドラマ、韓国、あちこち手出してるから、あれやな、えらいこと言ってるけど、でも上手い人はどこの国の言葉喋ってても上手いよ。うん、そうだと思う。うん、で下手な人は下手やから、その演技力にもさっき言ってたドラマってかかってくると思うよな。うん、
で、あともう一つはカメラワークとかさ、あと編集の見せ方やなとか変わるんじゃない、その私たちの世界。そうね、その変わったっていう顕著なドラマをね、この前海外ドラマ見たからさ、ちょっと次の枠でそれは話す、うん、そうしようか。でも私とかは、例えばじゃあ一つ紹介、最近って思って先々月ぐらいに全部のシーズン見終わって、私の中のブーム立ち去ったブーム立ち去ったっていう言い方もおかしいけど、もういいかなって思ってる映画が、刑事、まあ、アメリカのドラマで刑事と、で司法解剖するお医者さんと、お話、まあ二人とも女の人やねんけれども、で別に彼女たちってノーマルやねん、普通で、で合間合間にトランスジェンダーの人とかゲイの人とかが1話だけ出てくるとか、キーパーソンとして、その回だけに出るみたいな感じとか、その主役級の女の人が、リゾーリっていう刑事さんやねん、で女刑事で、その人が女の人のモデルとかの形で出てきたりとかするんだけども、やっぱりキーパーソンになる人って演技がないと面白くないなっていうのをこのドラマを見て感じているけど、このリゾーリ&アイルズっていうタイトルで日本で出てるんだけども、この2人すっごい演技力があるんだよね。これ比べたらあかんねんけど、他のチャンネルに似たようなドラマ、刑事とそのなんていうの、司法解剖する医師とのペアとか、司法解剖の医師が女の人でドラマ化されているとかって、まあ仲良くね、似たような設定のやつであるドラマ、女刑事役の人がめっちゃ下手で主役やる、だからこの私が言ったリゾーリー&アイリスっていう日本タイトルのやつから、まあもちろん私吹き替えは見てないからわからん、まあ、それを見た後に他の刑事ドラマ、迫力なくなる。ほう。っていうことは、この同性愛の話も一緒やと思うね。主軸になる主人公の演技力がやっぱり問われてくるんじゃないかな。なるほどね。そう。で、あとは相手役の子、子っていう言い方も、相手役の女性か男性か分からないけれども、マイノリティの人の演技力。今度その二人で変わるんじゃないかな。変わるね。変わると思う。やっぱりな、日本でいう2時間ドラマの女王とか、帝王が演技したらやっぱり違うと思う。そうだね。なんかそういう人にね、LGBTQ の役やってみてほしいよね。片平渚さんってやってくれそうやね。片平渚さんの年齢的に LGBTQ の役って設定が大変そうだけど。いや。LGBTQ の L の例えば学校の先生とかでさ、その自分が卒業した学校で女教師してて、そこの生徒を指導していくという役とか、なんかすっごいぴったりで、もうすごい私そんな妄想大好きやったりするけど、ちょっとアダルティーな感じがした今の。いやアダルティーじゃない、だって例えばさ、1組の A ちゃんと2組の B ちゃんが付き合うっていうのを相談した時に、先生がちゃんと私たちのフォロワーでって言ってこう導いて、だからしっかり自分を持ってきなさいみたいなアドバイスしてる姿とかぴったりくるなって。それかもう邪険にすっごいダメって怒るか、もう差別する側の人間やらしてすごい。あ、それはうまいと思う。そうやったら普通の映画よりもリアリティ出るよ。中谷美紀さんとかね、レズビアンぜひやっていただきたいんで、ガチのやつ。ああ、いやもうそれと私も天海祐願望かないとか。天海さんはあれ、中身も完全に男ですよ、おっさんですよ。いやおっさん、あの人めっちゃおっさんやなと思う。おっさんですよ。おっさんか、時々おばちゃんなんやけど、おっさんとおばちゃんの境界線です。そうそう、なんかものすごい気のいいおっちゃんか、気のいいおばちゃんの近いなんやけど、突き抜けたおっちゃんかおばちゃんだよ。そうそう、めっちゃわかる。でもまあ、あの人とかでもいいなって思っちゃう。仲間由紀恵とか、綺麗どころをやってほしいな。仲間由紀恵か、そう、だからなんかあの辺なんか私意外に綺麗どころやったらよね、やってほしいなって思うし、あとちょっと落としめいてますけれども、なんかの役で出てほしいのが白石佳代子さん、女優さん。ああはいはい、ちょっといじめ役が多いよね。でもあの人は人格者やなって思う、すっごいやっぱり上手だし、うまいんだよ、脇だけどうまいんだよね、だってあの人若い頃にびっくりしたのが、犬鳴村じゃないわ、犬鳴き、何やった、あの足が水、そう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 、あれのおばあちゃん役やった時に、
30代やで、犬神家の宇宙。あ、犬神、そうそう、あれのおばあちゃん役の時30代にメイクしてやりはったんで、へー、イキリンさんみたいな。そうだから、もうあの領域に入る人たちに参加してほしい。それは浅野敦子、温子さん。まあ温子さんもね、若い時はなんかその気があった感じの雰囲気は出してたね。今はなんかもう今読み語りとか神社もあってあるから、うん、まあ、相当落ち着いた感だけど、まあ、そんな感じで今のドラマの話で申し訳ないけど、うん、みんな飛びつくかどうか分からんけど、まあいいんじゃない、こういう話題があってる妄想の話が、誰も傷つけへんしね、妄想。そう、誰も傷つかない妄想の話。登録するでおじゃる。